い、こんにちは、ヤマちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。ヤマチャンネルでは大崎の情報や、お魚の情報を発信しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで本日はゲストが来ております。ナイジミということで本日はゲストが来ております。梶山さんです。よろしくお願いします。梶山さんご理解いただきましてありがとうございます。梶山さんの噂を聞きつけましてですね、画伯だということで。ちょっといや、あのね、ちょっとね、顎で全部操作されて作られたイラストなんですよね。あ、そうです。ちょっとそれをですね、もう本当作品がすっごいいっぱいあったんですけど、お時間の関係上ちょっと5枚だけご紹介、ぜひこの何かを紹介させていただきたいと思うんですけど、こちら、じゃじゃん。これはこちら様ですか。頑張りで、はい。あー、すごい、モナリザですね。すごいですよね。だいたいどれくらいの時間でできるんですか。作品によって、まあちょっとさ、短い作品では2日ぐらい、長い作品だったら3回する。はあ、そうなんですね。ありがとうございます。すいません、1枚目ご紹介しました。続いてこちら、はい、大阪直美さんです。大阪直美さんですね。浅田真央ちゃん、タイミングで、はい、最後はトリックで大阪みたいなすごく印象で僕に分かったな。あ、そうですね。真央ちゃんのトリックですごい素敵でしたよね。やっぱりですね、感動しました。ありがとうございます。はい、こちらですね、海老蔵さんです。海老蔵さん、はい、ウルトラマン7、まあ、僕はもうウルトラマン世代だったんで、はい、目力が強い。そうですね、海老蔵さんは目力ですよ。はあ、すごい。ちょっとね、お時間関係上最後になりますけど、こちらですね、キャプテン鶴瓶さん×ミニオンズ。はい、ぴったりだと思うんです。ぴったりですね、本当に。なんていうんですか、これこういうキャラクターいますよね。ツルオンズ確かあの、いや、すごいですね。本当にまだまだいっぱいあるんですけど、ちょっとここに一部のご紹介なんですけど、山さん、なんか作品展も以前されてたっていうのをお聞きしたんですけど、大体1回ぐらい、はい、もうね、付き合いしてもらってまして、ね、はい、あの、まあ、コロナでちょっとできてなかったんですけど、はい、また、あの、少しずつ、なんか収まってきたら、次回もやってみたいなと。あ、本当ですか、ね、本当に、このタイミングで、実はね、あの森保監督、会員に考えているということで、はい、日本のワールドカップもサッカーのね、はい、たくさん終わってます。あー、そうなんですね。まあ、そういうのも、こう、今後、作品にはノミネートしていくってことですね、はい、すい、今日はですね、梶山画伯にちょっとぜひ特別出演していただいたということで、あの、撮らせていただきました。梶山さん、お時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた動画見てくださいね。